チンコ触ってイエーイとかさ、タツキとよくチューとかしてたから、タツキがバイセクシャルって焦げてるかも。え、忘れてた、しっかりしてよ。ヤッホー、ヤッホー。今日はタツキと一緒に、タツキは彼氏に、モモはオッパにお弁当を作りたいと思います。イエーイ。皆さんお久しぶりです。タツキです。タツキがなんか最近彼氏ができたので、うん、そうです。そう、お弁当を一緒に作ろうということで、うん、今日のメニューは何です？お弁当ね、日本は綺麗だからさ、確かに定番の卵焼き、タコさんウインナー。タコさんウインナー、タコさんウインナーって日本のもの、日本しかないんでしょ。なんかそう、赤いウインナーが日本にしかないから、なんかこれになっちゃった。頑張ってケチャップとかで炒めて、うん、色をつけて、うん、タコさんにするのと、うん、あとは俺が日本にいた時にこのナスを使っておひたしをよく作ってたから、うん、美味しそう。簡単にできる、これ。マジでモモでもできる。できる。じゃん、これはパプリカ。ピーマンなんだよね、俺らからしたら。そう、なんかピーマンがすっごいでかいのしかなくて、このちょうどいいサイズのパプリカで肉詰め作って彼氏に喜んでもらいます。イエーイ。あとおにぎり、おにぎりはモモが日本で買ってきたふりかけを使います。じゃあ何からしたらいい？とりあえず肉詰めをするために詰めるところからやっていきましょう。これに味をつけるのはタツキがやって、いいよ、モモ詰めたりとか頑張るから。モモは料理できないんで。タツキとタツキの彼氏で最近ゲイカップルの YouTube 始めて、それ始めてから初めて出ますね。じゃあこれだけ言っとこう。タツキとよくチューとかしてたから、うん、タツキがバイセクシャルってそう言われたりするんだけど全然違います。バリッバリのゲイなんだよね。バリバリゲイ。じゃあモモは何すればいいの？モモ卵焼き作れるでしょ。え、作れないよ、ね、どうすんの？あ、じゃあモモはおにぎりは作れる。あ、じゃあおにぎり作っちゃおう、うん、どうせ炊飯器ないからやっぱ。でタツキってどこで料理覚えたの？主婦してた時、東京に住んでた時、味がうるさかったんで、その元彼の人が。なるほどね。それでなんか料理が上手になった。多分タツキのことさ、うん、みんな知ってるからさ、なんかどうやって出会ったのかとか気になってる人多いかも。インスタだよね、アプリがあるんだよ、ゲイの。 それで出会う人ももちろん多いんだけどね、うん、アプリっていうよりかインスタの方がさ、その人の日常が見えた方がさ。確かに、アプリだったら詐欺とかも多いよね。そう男女問わずさ、うん、やりもくみたいな人もいっぱいいるだろうし、うん、それが嫌で俺はインスタで出会った。どっちから声かけたの？仲良くなりたいみたいなのはゴヌだった。私が見てる限りゴヌがすっごいタツキにゾッコンって感じ。俺もゾッコンだよ。タツキはさ、結構やっぱ多分日本人の男の子だからクールだからさ。え、でも俺も多い方だと思う。日本の男にしたら多くない？愛情表現が。え、なんか最近は出てるけど、うん、みんなの前ではしないよね。え、恥ずかしい、やっぱちょっと。でもさ、韓国人のカップルは結構さ、みんなチチチチチってみんなの前でやるやん、うん、相合い傘してた時に、うん、やっぱ人前だからあんまりくっつくのはあれかなと思ったの俺が、うんうん、だけどもっとくっついてみたいな言われたの、うん、普通だよこれがって、韓国じゃみたいな言ったじゃん。前さ話した時さ、韓国の男の子スキンシップ多いって言ったじゃん。多いね。日本だったらそんな男同士ひっついてたらキモってなるよね。そうお互いがさ、日本語がね上手なんだよ。てかゴヌも本当に上手。上手だからさ自分たちの韓国が伸びないんでさ、伸びない。とりあえずうちらはセイマに抜かされないように頑張る。セイマすごいって、抜かされるっていうか追いつかないとって思うもん俺。え、モモとセイマは似てるくらいって言われる。いつもマウント取り合ってるもんね。でもセイマの方が確かに難しい単語とかは知ってる。知ってる。セイマはトピックとか勉強してるから。聞いたりするのモモすっごいじゃん。え、セイマの方がすごいよ。そうなんだ、うん。え、普段料理する？タツキ最近はもうしてない。なんで？高いんだもん、だって。まあね。でこの前作ってたよね、モモハンバーグかなんか。なんかモモ結構作ったりするよ、たまに。でもモモの料理があんまり美味しくないんだって。てかさ、ゴヌも結構はっきり言うんだよ、味に対して。なんて言われる？しょっぱとか。結構ショックじゃない？彼氏に言われるの。まあ確かに。でも正直に言ってくれるからまあいいんだけど、その時だけはちょっと傷つく。わかる、うん、なんかセイマとかは何でも美味しい美味しいって食べてくれるの、ね、でもうちのパパとかも結構正直だし、でも私も結構正直な方だから。太ったから。太ったね、タツキくんとか言われた。太った。タツキくん太ったとか言われるかもしれない。誰に？え、モモの。オッパに？あ、そうで、オッパにはもう言われたよ。うん、それちょっと、タツキって言われたこの前。ひどいわ。直球だなと思って。本当に。
女の子はデリケートなんだからさ。そうだよ、本当に。でも女だからね。だからいっぱい相談してほしい。女の子の気持ちもわかるから。しかもうちらはどっちも韓国の男の経験があるから。確かに。そのエッチな部分でも、確かに、性格の部分でも、だからどっちにしてもめっちゃ話し合うよね。そう、共感できることがマジある。じゃあまずこれは豚生姜味のふりかけ入れた。でも改めてさ、韓国人の眠せがないなと思う。さつきは臭いです。確かに。口眠せ、胃眠せとか、韓国人は匂わない気がする。え、前は思った。なんか韓国人ってめっちゃニンニク食べるくせに匂いしないなみたいな思ったんだけど、する。オッパとかも、うん、なんかニンニク食べて帰ってきたら、もうニンニクじゃなくてキムチ食べただけで臭いのよ。まあね。そう、それでママが、え、なんかニンニク食べたみたいな、え、臭い臭い臭いってめっちゃ言うから、それでオッパがなんか気にしてたから、うん、もう日本からさ、うん、ニンニクの匂い消すさ、うん、薬みたいなの買ってきたのね。それめっちゃ効く。ももクラブまんまるおにぎりです。どうだった俺が YouTube 絶対しないで最初言ってたじゃん。え、よかったんじゃない結果的には。一緒に編集できたりね。うん。でもなんか私が一番心配なのはやっぱりカップル YouTuber って別れる可能性すごい高くなっちゃうし、そうだね、うん、そう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 、なんかデートが仕事になったりとかするから、 それがお互いで調節できるんだったらいいと思う、うん、見てこれ細いよね、ちょっと肉詰めれるこれ。 YouTube やってるとさ、うん、もう今彼氏がいるのかいないのかとかさ、別れた、付き合った、なんか全部報告しないといけないみたいな、うん、ね、部分がちょっとももは最近それが、うん、別にももだってプライバシーあるのになみたいな感じで思ってきて、最近はもうなんか言うのやめたの。そんなに明かさなくてもっていうよりか、なんか彼氏でも彼氏じゃなくてもなんか問題あるのみたいな。何も迷惑かけてないし、たつきがさ、うん、ゲイっていうことをさ言ってなかったじゃん、うん、とかそれも知らない人とかはさ、え、なんで彼氏いるのにたつきと注意してるんですかとかさ。そうなんだよね、いろいろ聞かれたよねあの時。うん、ももはさ何も気にしないからさ別にいいやと思ってさ、うん、コメント放置。でもたつきはさ初めてでした。そう、え、なになになにってなった。日本はこうなんですかとかもめっちゃ来たし、ゲイと女の子が一緒するんですか。そう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 、まあしないよね普段。うん、その場を盛り上げるためにとかさ、うんうん、そういうのはあるよね。そう、パクシリうちらが思ったのは、うん、韓国と日本の文化が本当に違う。違う、飲みの文化っていうか海苔の文化。そう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 、あ、なんか冗談が通じないよね。本当に飲んでたらさ、チンコさってイエーイとかさ、そう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 、普通にやるのにもうそれがもう NG だよね韓国では。そうなんだよ、下ネタとかさ、うん、話すのもさ、なんか結構みんなびっくりするじゃん、ケバンチョビじゃないというか。だからゲイの子たちとかすごい気にくらいんだろうなみたいな。ゲイはね、かっこいい人が多いよ。それは本当に思う、ね、マジイケメンしかいない。ゲイのクラブとか一緒にいたりするじゃん、うん、それじゃもうイケメンばっかりだから、普通のクラブ行ってもえみたいな。ももクラブ、え、なんかさ難しい。バランスよ、バランス。待って、ももさ、アメリカンチェリーを買ったのね。それをさ、ここに入れてもいい？いい、いい、アメリカンチェリー食べれる？いい、うん。ナスのおひたし作る。え、たつきとゴヌはさ、どういうことで喧嘩するの？喧嘩しないよ。ゴヌがさ、冷静だからさ。じゃあたつきがイラってくることもないの？え、いっぱいあるよ、そんなの。いっぱいあるけど、うん、ゴヌの、なんか正論みたいなの言われると、あ、自分子供だなって毎回思っちゃう。あ、でもそれで納得できるんだったらいいね。え、納得はできる。だって自分がわがままだなって思うんだもん。まず切ったら、めんつゆをぶちかけます。ぶちかけます。ラップして一回チンします。この前さ、たつきとゴヌとさ、あったじゃん、うん、あの時になんかゴヌのことさ、ちゃんと見たのね、うん、なんか前一回だったけどさ、ちゃんとは確かに、ね、喋ってなかったから、うん、初めてちゃんと喋ったんだけど、うん、え、ゴヌめっちゃ可愛い顔してる。可愛いんだよ、すっごい顔可愛い。女子受けもいいからな。黒人だそれ。黒人と黒人のはさすがにまだ知らないな。いや、私黒人とエッチしたことあるよ。どうだった？え、もう長すぎて半分くらいしかいなかった。口を揃えて言ってた。ね、たつき見て、ゴヌの手可愛い。じゃあ今ママは肉詰めをしていくよ。これどう？以上。え、てかさ、韓国もさ、うん、ゲイ同士の結婚ダメじゃん。うん、どうすんの？なんかさ、日本はね、うん、パートナーシップあるよね、渋谷区とかできるよね。そう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 、家族みたいなも存在、うんうん、同性婚はできないけど、うんうん、
そういった扱いをしてもらえるみたいなのがあるの、制度が韓国はないんだけど、うん、それがあるだけでだいぶね、なんか生きる幅が広がるわけ。家を一緒に契約するとか、対象が違うだけでさ、それ以外はさ、結局同じ人間じゃん。差別される必要もないなと俺も思ったりする。だからなんかアメリカがそういうの OK だから、アメリカに行くゲイの子たち多いらしい。台湾とかもそうだよ。いいじゃん。はい、できました、イエーイ。完成、これは完成になりました。暑いので気をつけてください。何のこれ、うん、料理おいしい。タコさん、みんなです。あ、大丈夫大丈夫、いいじゃん、許容範囲、これいいじゃん。じゃこっちでやります。これで重要なのは、うん、こっちでまずケチャップの酸味を飛ばします。焦げてるかも。え、忘れてた、しっかりしてよしっかりしてよ。もう忘れてた。いい感じと、ちょっと焦げていらない。え、おいしい、美味しい、よかった。砂糖と味の素だけ。やばい、忘れてた忘れちゃうね、うちら。うん、病気？お、いいかも。痛い。早く。もう一緒に住めばいいじゃん。そういうのは嫌なの？え、やっぱそれも考えてる考えてる。更新の時にね、でも。いつ？来年の2月ぐらい。おっそ。なんかももはさ、結構さ、付き合ったりとかさ、すぐ一緒に住みたいタイプなのね。なんか会いに行く時間とかももったいないし。確かに。食べてみます。実食。火通ってる？大丈夫？美味しい？うん、よかったです。いただきます。パプリカでも美味しいよ、そのまま。うんうんうん、ない、これ温まってるよね。でーん、じゃーん。これを今から俺は渡しに行かなきゃいけない。美味しそうに見えない。今日はモモが作ってくれたお弁当食べます。ソーセージです。美味しい。卵焼きです。ふわふわでめっちゃ美味しいね。全部食べました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。I'm a little disappointed.